俺を殺そうとする理由も話してくれないどころか、こんな残酷な施設のことを隠そうとまでして、ここで行われてることを見ても何も感じないのか。カセレもみんなも何考えてるんだよ。Oh!
巻き返すわよ。止まってくれ。嵐、休んでる場合じゃないわよ。大丈夫だ、邪魔しても。人間の生首を使って薬を作るなんて正気じゃない。それでもこの薬がなければナオミを助けられない。